はい、皆さんこんにちは、平野真奈美です。ムキ。こんにちは、高橋翔太です。今日はゲストをお呼びしまして、撮影をしています。自己紹介をしてもらっていいですか？はい、高橋翔太です。で、まあ、自分もがん経験者で肝臓がんで、まあ、自分もステージ4のがんを経験して、で今プロ格闘家として活動しています。よろしくお願いします。お願いしますセルフ拍手ということで、今日はちょっとなんかこう、はい、楽しい話みたいなのをね。そうですね。ステージ4、お互いステージ4なんだけど、はい、まあ元気なこう、そう、ね、翔太くんの YouTube を見て、はいはい、ちょっと会いたいなと思って、はい、声かけを、はい、させてもらったんですけど、はい、いろいろこう記事とか出てるじゃないですか。そうですね。そう、見させてもらって、はい、まあなんだかんだこう壮絶な感じだったんじゃないかなっていう。そうですね。なんだろう、なんかこう文字に起こすとちょっと壮絶に感じるんですけど、うん、自分的にはそこまで、うん、しんど、まあちょっとしんどかったかなって感じだったんですけど、うんうん、まあちょいちょいだったっすね。嘘でしょ。多分それ他人が同じことをやったら多分結構辛いやつだと思うんで。だけど、まなみさんも結構やばそうに感じだっすけどね。嘘で、自分髪の毛とかは抜けなかったんで、はいはいはい、抗がん剤治療も、まあ、1回やばかったっすけど、うん、そこまでだったんで。1回やばいがやばいじゃね。辛かったっすか、抗がん剤治療？あ、まあその時は、はい、辛かったけどそんなもんだよね。あ、で今になるとそう思うけど。あ、その時は、その時はいやでも耐えれるもんな。そうっすね。いやだけどもう一回やれっつったら、あ、そうそう、できないっすけど。うん、嫌だね、嫌だねそう、なるほど、うん、多分同じ感覚なんだと思います。確かに、うん、髪も結局伸びるし。ああ、なんかね。え、だけど抜けた時とかって、うん、やっぱちょっとショックだったっすか？私はでもショックだったかな。あ、やっぱショック。いや、ショックっすよ自分でもめっちゃ嫌っすもん。自分も抗がん剤治療を始めますって言われた時、あ、髪の毛抜けちゃうんだと思って、うんうん、めっちゃ嫌だったっすね。だけど髪の毛抜けなかったんですけどそれは抜けない抗がん剤ってこと？そうっすね。肝臓がんの人が使う抗がん剤って髪の毛はなんか抜けないらしいですね。2種類うん、やったんですけど、どっちも髪の毛は、うんうん、抜けなかったっす。あ、だけど、なんだろう、シャワー浴びた時にちょっと髪の毛多いなみたいなそのなんか微妙に副作用みたいな説明された時に、はいはい、ちょっと抜けるかもみたいなことは書いてあって、うん、ちょっと抜けてて、あ、これ抗がん剤なのかなみたいなでも分かんないぐらい、分かんないぐらいですね。あ、そうなんだ、はい、ちょっとネガティブになった時もあったけど、はいはい、なんか今はすごくやりたいことをやっててみたいな感じに見えてるんだけど、はい、自分はまあそうですね、まあ、病気になったんですけど、うんうん、なんだろう、目標がもう明確にあったんで、もうこの目標をなんだろう、やり遂げないと死にたくないみたいな、うんうん、おお、かっけーそういうのがあってはいはい、はい、それはなんだろう、ゼストの、ゼストっていう団体で自分試合させてもらってるんですけど、うんうん、まあ、ゼストのなんだろう、前座みたいな部分で自分はまあ試合させてもらっていて、その時は、うん、まあ、ゼストの本戦に出るまでは死なないってのを決めてて、要するにプロを目指してるってことだよね、その時は。まあ、その時も一応プロだったんですけど、あ、プロの中のちょっとなんだろう、失礼しました下のレベルみたいな本戦の選手に。お笑い芸人でいう前座のやつ。そうですね、あのプロ野球でいうと2軍みたいな、はい、はいはいはいなるほど、ね、1軍になるまでは、うんうん、死ねないってなって、まあ達成できたんですけど、うん、そうですね、それを叶えるまでは死にたくないっていう感じでずっといましたね、闘病中も。すごいですよね、だってそんな具合悪い時にやってるってことですか？そうですね、闘病中もずっと抗がん剤治療やってる時もずっと練習してましたね。うん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 、だけどすごいって言ってくれる人もいれば、頭おかしいっていう人も狂気を感じるっていう人もいますけど、こうだ、はい、弱い、
まあやりたいことをやって、はいはい、今めっちゃ元気なんだけど、はい、多分元気です。元気ですね、めっちゃ、はい、うん、お寿司食ってきました。お酒もちょっと飲みました。本当は飲め、お酒は飲んで大丈夫なんですよ。あ、そうなんだ。もともと自分お酒があんまり得意じゃなくて、うんうんうん、けどやっぱ新潟って言ったらなんか日本酒みたいな。美味しかったですか？美味しかったです。まあ、まあ、もうすぐ酔っ払っちゃってもうダメだったですね。一杯で終わりにしました。それがいいと思います。はい、まあこうやりたいことをね、はい、こうやる勇気というか、はいはいはい、いや結構こう周りの人を見てても、はい、まあ、本当に闘病に専念しちゃう人とかが多いような感じがしてて、そうですね、そう、まあ、もちろんそれってね大事なことでやらなきゃいけないことなんだけど、はい、私も抗がん剤治療中のこう波が あるじゃないですか、はいはいはい、その波がこう上向きの時に結構、まあ、それこそご飯食べに行ったりとか遠出したりとかもしたんだけど、はい、そういうこともこうやる元気がない人とか、はい、もたくさんいるような感じがしてて、はい、でもそこは私は結構こう体調がいいのであればこうどんどん活動的に動いてもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、どうですかそういう。そうですね、やっぱり闘病だけに専念しちゃうとやっぱり自分的にはなんかどん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 なんか下に下にって感じになっちゃうと思うんで、そうですね、まあ、自分の体調を見てだと思うんですけど、やっぱ体調いい時はやっぱ外出たりとか、まあ、友達に会ったりとか、うん、そういうのは自分は積極的にやった方がいいんじゃないかなとは思ってます。まあ、個人的な意見なんですけど、うん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 、それが正解っていうわけではないと思うんですけど、自分はそう思ってますね。はいはいはい、ね、楽しいことできれば楽しいことをした方が自分はいいと思います。自分体調悪い時も練習はしてましたけど、ね、やばっ。そっか、それはちょっとあんまりおすすめしないけど、え、体調悪いってどこまで体調悪い時に？体調悪い、まあ、体調悪いっつってもやっぱり手足病っつって、あの、うん、抗がん剤の副作用で、うんうん、あの手の皮膚と足の裏の皮膚が、まあ、硬くなっちゃって、まあ、それがめちゃくちゃ、うんうん、痛かったんですけど、へー、まあ、テーピングいっぱい巻いて、うんうん、なんとかごまかしごまかし当てましたね。まあ、それもやっぱ波があるんですよね、痛い時と痛くない時の。あ、はいはいはい、めっちゃ痛い時でも、まあ、なんとかやってたみたいな。すごっ。まあ、とりあえず自分は試合をめちゃくちゃ組んでたんですよ。もう定期的に試合が出れるように、うんうん、ああスケジュールをみたいな、スケジュールを休まないために、うんうん、自分を追い込んでやってて頭おかしいんですけど。アスリート。そうですね、うん、そんぐらいやってましたね、闘病中も。すげえ、はい、まあ、皆さんにそこまでやれとは言わないけど、やんない方がいいと思う。やれ、やれ、みんなやれない、やれない。すごい超人、超人なんであれなんですけど、はい、まあ、でもそのくらいこう、ね、そうですね、動いて、はい、なんていうかな、アクティブというかね、うん、まあ、まあ、人と会ったりするとやっぱり気分がこう上がっていく上がっていくんで、確かにいいと思います。うんうんうん、はい、なんかアドバイスみたいなあります？こう今治療してる人に、まあもちろんそこまでしろとは言わないですけど、まあ、アドバイスか、まあちょっと、うんうん、なんだろう、まあ、自分が言うのもあれなんですけど、まあなんだろう、自分はその自分の好きなことっていうのが格闘技だったから、まあ、格闘技をいっぱいやったんですけど、まあ人それぞれ好きなこととか多分あると思うんですよね。だからそれを、まあ、できる限りでいいんで続けた方がいいんじゃないかなって思いますね、うんうん、まあ、ご飯食べに行くのが好きならご飯食べに行けばいいと思うし、うんうん、そうですね、自分の好きなことを、まあ、できる範囲でやれば、まあ、やっぱ治療中っていうのはやっぱり気分が下がったりとかもあると思うんで、やっぱ気分が上がることをやればいいんじゃないかなって自分は思いますね。向き、なんかこう周りのサポートとかも、はい、結構こう私の場合は、はい、こう友達もいっぱいできたり、はいはい、まあ、身内とか家族とか、はい、普通にお友達とかも結構応援してくれたんだけど、はい、それでやっぱり元気ってすごいもらえたりするじゃないですか。そうですね、翔太くんも。そうですね、自分も、ま、練習練習って言ってたんですけど、やっぱり道場に行けば、うん、
仲のいい道場の人たちが、うん、まあ、いろんな人が待っててくれて、うんうん、まあ、会えるし、まあ、友達も普段通り接してくれて、うんうん、すごいやっぱり助けられた部分があったんで、うん、そうですね、人と会うのもいいですね。こう周りの人が結構普通にこう接してくれたって言ってたんですけど、はいはい、やっぱそれが一番良かった自分の中で。そうですね、やっぱり自分最初はあの癌のことは隠してて、うん、それっていうのはやっぱり気使われたりとか、はいはいはい、それでちょっとなんか避けられたりとかじゃないですけど、ちょっと腫れ物に触れるような感じにされるのがちょっと嫌で、うん、まあ、最初は隠してたんですけど、まあ、オープンにした時 も周りの友達とかはね、うん、変わらず接してくれて、ああ、そこまで気にする必要はなかったのかなと思って、だからそうですね、まあ、身の回りの人で、まあ、そういう人がいれば、まあ、普段通り接してあげればいいんじゃないかなって自分は思いますね。大丈夫みたいなのとか言われました？でも大丈夫、大丈夫はまあさすがに結構言われたっすけどそうか、うん、まあ大丈夫、まあ大丈夫だったんで大丈夫って言ってそしたら普通に接してくれて、普通に接してくれて、ああじゃあ分かった、おあ切り替えが皆さんこう、そうですね、もう切り替えが、まあ大丈夫なんだね、まあ、大丈夫そうにしてたってことですよね。まあそうですね、まあしんどいのは見せないようにはしてたんですけど、うん、まあ普段通り接してもらいたかったから、あそかそかそか、はいはい、普段通りが一番ですでも私もそう思います、はい、なんかこう心配されすぎてこっちも気がなんか動転するというか、はいはいはい、大丈夫大丈夫ばっかり言われてると、え大丈夫じゃないのって思っちゃったりするじゃないですか、はいはいはい、だからお互いに普通でいれば普通なんだなっていうのが、まあそうですね、うん、分かったという、はい、友達とめっちゃ飯食いに行ってましたね。ああ、いいですね、闘病中も、ほんとほんと今も一緒にね、そう 今も変わらず今も一緒に、はい